ハワイ島へようこそ。時々日常から解放されたいという思いはありませんか？そんな時、私の家族はハワイ島のサウスポイントに行きます。サウスポイントはアメリカの最南端のエリアで、ハワイ島の一番南の場所です。ここは人工のものが全くないエリアで、生の壮大な大自然の中に身を置くことができます。南の方角から波が立つときに、私の家族はここの波と遊びに来ます。海岸はハワイ島の尖った溶岩がほとんどで、砂浜ではありません。荒々しい生の大自然で強風になることもあるので、地元の方でも気軽に訪れる場所ではありません。海の水はとてもきれいで、たくさんの熱帯魚と泳ぐことができ、スペアフィッシングをする人もいます。私の7歳の息子カイムはこのサーフスポットが大好きです。時々夫ジェイコブ、私とカイムで同じ波に乗ることもあります。サーフィンよりも一番大切なことは、家族皆で大自然の中で同じ時間を共に楽しむということです。ハワイの野生のイルカたちが近くまで挨拶に来ました。私の夫ジェイコブはハワイ島広生まれのローカルボーイで、アウトドアが大好き。ハワイの自然と遊ぶことにおいてはプロ中のプロ。ハニー、このお魚今夜の夕食用に釣ってきてくださる？私たちにとってサーフィンはライフスタイルの一部です。サーフィンをしているときは日常から解放され、フリーになります。カイムという名前はハワイ語、日本語としても通常する名前です。日本語では海、夢と書き、オーシャンドリームという意味です。サンセット時は神秘的な美しさで、とても幻想的。夜は目の前に宇宙が広がります。肉眼で最高のスターゲイジングをビーチからお楽しみでき、流れ星も見えますよ。大自然の中に身を置くと、自分自身と向き合うことができ、新しい気づきがあるかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。ハワイがお好きな方、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。マハロー。